皆さんこんにちは。今日もウィレアプリの動画始めていきましょう。今回の動画は2月の中間アップデートで黒玉に昇格するかもしれないディフェンダーゴールキーパー編をやっていこうと思います。中間アップでは2月でまだ予想するのは早くないですかみたいな意見も少し出ているんですが、実際ウィレアプリ作ってる側としても1月下旬に活躍した状態で2月の能力に反映するのは結構無理があると思うんですよね。それで今年末年始ってことで、ちょうどリーグ戦も半分ぐらいに差し掛かったあたりっていうことなので、今ぐらいに頑張っている選手が中間アップデートで能力が上がるんじゃないかなと個人的には思っています。今回はディフェンダー3人とゴールキーパー2人をピックアップしました。それでは紹介していきます。まず1人目はこれまで多くの方が予想していたんですが、トレント・アレクサンダー・アーノルド選手になります。ディフェンダー登録なんですが、これまで公式戦18試合で2ゴール8アシストを記録しています。先日行われた2位レスター戦では全ての得点に絡み4対0で勝利する立役者となりました。その前のクラブワールドカップ準決勝モンテレー戦でも1アシストを記録しています。ウィーレアプリでも現在レベル2にすると総合値が86になるので、限りなく黒玉に近い金という位置づけになっています。中間アプリで期待したいこととしては、コンディション程度は5なのでここを向上してほしいのと、あとスキルで何かしらの追加とかがあったら面白いかなって思っています。アーノルド選手は近いうちに確定スカウトとかも紹介しようかなと思っています。それでは次の選手いきます。2人目はバイエルンミュンヘンに所属しているベンジャミン・パバール選手を選ばせていただきました。今シーズンバイエルンミュンヘンがユカエル・ナンデス選手、それからニクラス・ジューレ選手が負傷中ということで、ほとんど全ての試合でパバール選手がバイエルンミュンヘンのスタメンメンバーとなっています。ウィーレアプリではレベル3にすると総合値85になります。クロスの質が良く攻撃参加もでき守備もできる、そしてサイドバックで最近試合で出ていることも多いみたいですね。1月の頑張り次第かもしれませんが、個人的には中間アップデートでクロス昇格に期待しています。それでは次の選手いきます。3人目はドイツのマティアス・ギンター選手を選ばせていただきました。ギンター選手はボルシア・メンヘングラードバッハに所属しています。今シーズンブンデスリーガー前半戦終了時点でボルシア・メンヘングラートバッハは現在2位につけています。ボルシア・メンヘングラートバッハは失点数が現在18で、これはブンデスリーガーで最も失点の少ないチームとなっております。先日ドイツ紙キッカーがブンデスリーガー前半戦のベストイレブンを発表し、その中にマティアス・ギンター選手のベストイレブンに名を連ねています。ウィーレでは未所属という扱いなんですが、すでに週間 FP、ユーロの FP で1回登場したことがあります。その時はアクロバティックシュートやワンタッチシュートなどのシュート系のスキルがついていたり、スタミナが大幅に強化されていました。ギンター選手も個人的に黒昇格に期待しています。それでは次の選手いきます。ここからはゴールキーパーを紹介します。まず1人目はケイロル・ナバス選手になります。ナバス選手はウィーレアプリが始まった当初から黒玉で搭載されていたんですが、昨シーズン総合値84の金の選手に降格しました。金降格した背景にはやはりレアルマドリードにクルトワ選手が加入し、ナバス選手はレアルの第2キーパーと位置づけになって出場機会が激減したっていうのがやはり降格の理由ですかね。今シーズンからパリ・サンジェルマンに移籍し、パリ・サンジェルマンでは正ゴールキーパーとして公式戦にすでに18試合に出場しています。チャンピオンズリーグ戦では古巣のレアル・マドリードから2失点しましたが、それ以外の全ての試合では完封勝利し、グループリーグでは6試合で2失点という堅守を見せました。ナバス選手はその後チャンピオンズリーグのグループステージのベストイレブンに選ばれています。今ならコスタリカ星4スカウトを使えばうまく確定できるので、もしまだ持ってないって方は獲得してみてはいかがでしょうか。それでは次の選手いきます。今回紹介する最後の選手はボルシア・メンヘングラッドバッハに所属しているヤン・ゾマー選手になります。先ほど言ったマティアス・ギンターと同じクラブに所属しており、今シーズンは17試合で18失点とブンデスリーガー最少失点となっております。ボルシア・メンヘングラッドバッハはヨーロッパリーグの方はグループステージで敗退してしまったんですが、リーグ戦ではライプツィッヒ、バイエルン、ドルトムントと上位争いを演じています。ヤン・ゾマー選手はウィーレアプリでレベルを2にすると総合値が85になります。
今現段階では黒玉にあと一歩というところの金の選手となっています。クラブも昨シーズンよりも好成績を収めているってこともあるので、もう総合値1上げて黒玉に昇格してもおかしくないんじゃないかなとは思っています。はい、ということで今回は中間アップデートで黒昇格するかもしれないディフェンダーゴールキーパーを紹介しました。一通り個人的な黒昇格予想はこれで終わりましたが、視聴者さんのコメント欄からいただいた、黒昇格するんじゃないですかみたいな選手を今後動画で紹介していこうかなと思っています。それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。